どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ランウェイさん&トラップスカッコトロール、太陽の滑走路と罠ということですね。なんかかっこいいじゃん。そんな道あったらぜひ走ってみたいもんなんですけど、で説明文に5作目短めのトロールコースです、まだまだ暑いですね、熱中症には気をつけてねって書いてるんですよね。まあこのコースは9月23日に作られてるから、まだ暑さが残ってる時期だったんだろうな。今はもう寒い、さすがの僕も服着ちゃいましたよいつもパンイチでやってたんですけどね。そんなことはどうだっていいんだよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.79%。 そういや最近博多の屋台で一人で飲んでたんですよ。でその時に隣のおじさんと店員さんが喧嘩しだして、いや何があったんだろうと思って話をこっそり盗み聞きしてたんですよ。開幕王子様。そしたらおじさんは焼き鳥を6本頼んでたんだよね。いやそんなに食べれないって言い出して、僕を焼かないで。もちろん店員さんは困ってくるわけですよ。急にそんなこと言われても困りますみたいな。そらそうかと思って、屋台だからさ、もうすでに6本目の前で焼いてるのが見えるわけですよ。はいどうもこんにちは、からのさようなら。でも固くなに隣のおっちゃんが、いらんいらん、そんなに食べれんってめちゃめちゃ言ってるんですよ。なんかさ、僕腹が立ってきたから、腹立ってんじゃねえ。店員さんもさ、オラオラ系でちょっと怖そうなお兄ちゃんだったから、いや困ります困りますみたいな感じでずっとやり取りしててさ、ちょ、いけんのか、ガリガリガー。もうそんな狭い空間の中でさ、ギャーギャー言わないでいいじゃんって思ってさ全然いけねえんだけど、さっきはあ待って、いける、大丈夫かなこれは。で僕が中3に入ったんですよ。その焼き鳥全部買いますっつって、いやいや兄ちゃんはそんなことしないでいいって店員さんが言い出してさ、焼き魚にしてやろうか。ここで話やめていいめちゃめちゃ気になるよな続き。あー腰ぶっ刺された。結局はね、この焼き鳥を兄ちゃんに買わせるわけにはいかねって言われてサービスでいただきました。で隣のおじさんがお会計お願いしますって言われてさ、でその時僕の肩をポンって叩いて、楽しんでねって言ってきたんですよ。全部お前のせいなんだよ。いやマジで愚痴らして、楽しんでねじゃねえんだよ、本当に全部お前のせいでこうなったんだよラバー様。でもまあいいことをすればいいことが返ってくるっていうことを学びましたね。まあこれはなかなかないレアなケースだとは思うんですけど僕何も悪いことしてないじゃないか。氷を溶かしてチェビになって進めっていう感じだろうね。さっきパックンいなくなったもんね。で右のこの氷ブロック M って書いてないかもうそういうのやめてください。 M の文字には敏感になってんだよこっちは、まずまずは言われてるからさ。うん、ここはゆっくり行ってみようか。あの砲台出した後にドアに入るでいいのかな。でこれでよけれる、いなくなってくれる、この P スイッチの音が鳴ったら、音が鳴ったらじゃねえ、音が鳴りやんだらいなくなってくれる、いなくなってくれなきゃ扉に。一番左に追っておこう。そしてバブルが通り過ぎた後に右にダッシュで行こうか。それで多分大丈夫だと思うんだよな。よしさあ次は、うん、中間があったけど、えこれいける、ちょっと待って開きなさい。どうやって避けんのよあのキノコ、右を失敗か。あかん、上の方で、上の方で壁キック。長くさま、全然取れねえあの中間ポイントが。すべてのトロール制作者に告げ、中間ポイントぐらい普通に取らせてくれ。やっほ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 っ。で、おー誰だ。このコースは短いからかな、罠の量が半端ない。すぐに引っかかる、すぐに引っかかる、そんなんバカじゃねえか、密度がすごいんだよ、ぎゅうぎゅうなんだよ。この人のコースはオンオフをした瞬間にさっさと先に進んじゃう、間違いない、それがこのコースの攻略法だ。でこのブロックは何、キノコもいるって書いてるけど、右下キノコ出てきてんじゃんくそあのキノコを取ってさ、左のブロックを壊していけっていう感じなんじゃない。うわ、なんかこんな感じだと思った。え、なにこれ、バネを抜けていけっていう感じ、うん、クンマを雑に扱うぞ左のクンマがヤバいことになってるって、震えすぎだろ、大丈夫かクンマ、クンマに服着せてあげてよくそんな普通の顔してられるなクンマで最後のスターもいらねえって。いや待てよ、最後のスターが出てきたってことはここで何か時間稼ぎをしてるに間違いない、きっと何か降ってくるんだろう。そうだな、ブロックか何か来て潰されるんじゃないのか。なんか来いや。久々にあんなブルブルしてるクッパを見たような気するわ。じゃあこの場所で待っておいたら大丈夫。いや一旦ジャンプしなきゃいけないのか、それでキノコが取れるんだよな。で左上のブロックを壊して、ここに何があるんだろうな、ドアがありましたと。で、うん、どうし
よ。右に行っちゃった。ドアから出た瞬間、左ダッシュ左ダッシュ左ダッシュ私を捕まえてごらんなさい。一番左で一旦止まっておこう。そうすると魚がかわせる。で、しびれちゃったけど大丈夫。で、左のハテナは叩かない方がいいよな。いや、今回は絶対叩かない。マジで怒られるかもしれない。意地でも罠に引っ掛けてやろうっていう気持ちが強すぎないか、このコース。で、これは絶対何が来るんだよ。左出ししようか。で、あの土管でいいのかな。オープデアのオカミ。ヒットオンオフして、うん、どこかな、わからんわからん、全然オッケーじゃない、そこどこかわかんなかった、僕何ここ、何が来るの。いや、お前かー。みんな、さっきはね、青髪とか言っちゃったけど、確か右に出てくるボスキャラの名前ルドウィックやったような気がする。合ってる、みんな。合ってないですわ。ここに出てくるパン様いるんでねえの。持っていこうか。いや、絶対いると思うよ。多分ね、右ガチャガチャ言ってるじゃん、このパウがないと開きませんよとか、そんな感じなのかな。勝手に開いちゃったけど、このドスはパウで倒せということか。よし、あとはゴールのみ。不穏すぎる、あの土管が絶対何かしてくるんで、急いでいっちゃうこと、何ちゅうことすんだ。これでゴールできると思います。いや、本当に短いコースだったね。ここで右を失敗、右を失敗、これで大丈夫だろ。シャーマルタイム。いや、この方の長いコースも遊んでみたいですね。本当に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、メイドインマリオ固定。まあ、説明文は読まなくていいでしょう。このコースはおそらくメイドインワリオをモチーフにしたようなコースなんじゃないでしょうか。ということはプレイヤーを合わせふためさせ今なんて言った、慌てふためかせるようなコースなんじゃないんでしょうかね。で、クリア率も結構低いから瞬時の判断が必要になると思います。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.43%。 いや、メイドインワリオってやったことがないんだけど、見たことは何度もあるんだよね。あれ、めちゃめちゃ面白そうで、一回やってみたいって思うんだよな。さあ、始まった。まずこの扉に入ってスタートっていう感じかな。いや、どんなコースなんだろうね。まず鍵を取って、遅い遅い、カタ帰れ、今すぐ帰れ。メイドインワリオもそうだと思うんだけど、こういうコースって結局は思い芸になっちゃうんだよな。さあ、1ステージ目クリア。2ステージ目はどんなんだ。殺意高すぎや。やべえって、こんなんだったら全てのステージ1テイク目引っかかっちゃうって。さあ、2ステージ目クリア。3ステージ目はこのブンブンを倒せっていう感じかな。 P スイッチが2回発動してくれたのか。2回発動してくれたら結構時間に余裕があると思いますよ。さあ、鍵ドア入っていきますよと。で、3ステージ目クリア。4ステージ目はこのガリガリの間に抜けていけた。余裕になってきたな。で、中間ポイント取りの、あの50コインを取る余裕も見せちゃうぜ。で、今ちょっと外装になった、ごめんね。で、この鍵を取って、鍵ドアがどっかにあると思うんだけど、この鍵ドア入っていけっていう感じですって。ちょ、地面いらんくないか、ここ。これはずるいわ、勢いでポンポンって上に行っちゃうじゃんね。さあ、これで何ステージ目だったっけ。で、多分これが5ステージ目だと思うんだけど、あのメットより早く行けってか。これ間に合う、行けるか。ダメっす。だが一度見ればもうこっちのもんよ。このまんま右に走って走ってって、何煽ってんだよこのメットは。で、今度、おい、ちょ、ちょ、危ねえ。まさかこのリフトを変えてきてくれるなんて思わなかったね。で、この炎を避けるってか。これもうメイドインワリオ要素なくない、ただのテクニック要素になってますけど。で、次はわかるかー。これめちゃめちゃ面白いわ。ただ瞬時に判断しなくちゃいけないっていうわけじゃなくて、アクション要素もあったりしてめっちゃ面白いんだよな。で、これは下に行ってくれる、あのブラパンめっちゃ早かったけど、もうそんなんしなくていいって言うと。で、これはどこよ、上に行けの、めちゃめちゃ見にくいな。で、このドアに入っていけっていう感じで、いや、これは一発で行けたの、一発じゃないけど、もう一発みたいなもんでしょ。最初に引っかかったのは分かるわけないもんな。で、おっ、ちょ、ちょ、超ウルトラスピードハイスクロールだ。ここ集中させて、めちゃめちゃ難しそう。こんなに速いオートスクロールに追われながらどんどん上に逃げるっていうか、ボス多くないか、誰かわかんねんなって名前が。いや、もう終わったかな。これはちょっと長い気もするけど、どんどん上に行きましょうと。で、この土管に入ればそろそろ中間ポイント欲しい頃なんですけどね。ゴールじゃん、やだー。
いやこれねマジでめちゃめちゃおすすめのコースですね。すんごい楽しかった。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、加速と減速の1の4。説明文にクッパ、これより時は加速する、マリオ。いつも無言なんだよな、この方が作るマリオって。ドラクエの主人公か。そんなことは置いちょって、ドラクエの主人公も実は喋る時があるんですよ。ハッスルダンスっていう特技を使ったら、そーれハッスルハッスルって喋る時があるんですよ。だからどうでもいいんだって、コースの説明をせ。まあこれは初代マリオブラザーズの1の4を加速と減速を自分でしながら進んでいけっていうコースだと思うんですよ。以前1の1と1の2をやったことがあるんだけど、その時は雲に乗ってる砲台に押されながら進んでったんですよね。多分今回もそれだと思うよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.57%。最近じゃ全然言われなくなったんですけど、前はいつもコースに入るまでが長いって言われてました。まあ確かに長いよな。さあ始まった。時間が20秒しかないの？え、しかもこの氷どうすりゃいいのよ。あー、氷は溶かしてくれんのね。で、土管に入って1の4開始っていう感じだと思うんだけど、え、残り10秒しかないんだけど、え、10秒で1の4とかクリアできませんけど。トロトロ言ったらクリアできるわけがないよな、10秒しかないんだったら。ブロックブロック。ちょっと一旦急いで行くの危険だから、ゆっくり行きたいのよ。クリアできないっていうのは分かってる。ただ一旦コースをよく見させておいて、で、当たったらダメなんでしょ。あったー。当たってもいいなら全然楽勝にクリアできるとは思うんだけど、ゴール条件がさ、このフラワーをなくしたらいけないっていう感じだから。で、これはもう時間が残り4秒しかない。もう一旦このまま行っちゃう。どこに。先も見させてくんねえし、めちゃめちゃむずいってここ。あー、ただここまでは分かった。ここはダッシュで通り抜けていい。こっからブレーキしながら行ったら大丈夫っていう話だよな。で、あのクッパが入ってくる日、キモすぎゃー。クッパのところまではそんなに難しくはない。ここでダッシュ C のブレーキからのチョンチョンで、このクッパの火を避けるのがマジでむずいのよ。ここからジャンプしろ。いけるか。頼む、ゴールだって。残り時間がねえぞ。来た来た、シャー。もう俺には向かうなよ、クッパ様。難易度がちょうどいいようなコースでした。まあマリオブラザーズの1の4を知ってる方は懐かしく思えたんじゃないんですかね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、凍結王から逃げよう、かっこアスレチック。説明文は激ムズって書いちゃうよね。まあサムネを見る感じ確かに難しそうなんだけど、地面が一マス間隔で開いちゃって、上から凍結王が降ってくるから落ちないように、さらには凍結王に当たらないように進めっていうコースだと思うんだよね。ただ気になるのはゴール条件、そして制作者の名前だ。イウエケセスツヌツ。なんだその昨日初めて適当にカーソル動かしまくってつけたみたいな名前は。いやでもそんな方なのにすげえ楽しそうなコース作ってくれるね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.61%。 さっきもそうだったんだけど、やっぱり何かに追われるようなコース好きなんだろうな僕。そういうコースを選びがちなんだよね。でゴール条件はトゲゾウを75体以上倒してからゴール。これ右ダッシュでいいのかな。え、これトゲゾウ倒せてる？うん、結構倒せちゃうね。全然見てなかったした。しかしめちゃめちゃ爽快だわこれ。ただ右に走るだけでクリアできるんだったらそんなに難しくないような気するんだけど、75体なんてすぐに行っちゃいますよ。ただこの間に入らないようにするのがちょっと難しいのかもしんない。え、こんだけで終わり？え、ゴール条件、あ、気持ち悪い声出すな。分かった、これトゲソウを75体倒すのが難しいコースではない、穴に落ちないようにするのが難しいコースだ。まあそもそもマリオというのはね、一マスだったらダッシュし続ければ穴に落ちないようにできてるとは思うんだけど、このツララゾーンよ、ツララゾーンから、いや、ツララゾーンはさ、そんなに急がないでもいいかもしんないね。落ちてくるのが遅いからさ。いやでも長くね、このツララゾーン。いや、こっから走っていっちゃおうか。で、ゴールは、意外と簡単。いや激ムズっていう感じはしなかったんですけど、ナイスアイデアのコースでしたね。こういうコースでもっと難しいコースをやってみたいと思いました。最高のコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。